方にお越しいただきましたけども、和歌山県全体としてどうですか、こういうところがやはり皆さんいいですよみたいなところってありますか。和歌山はね、ちょっとさっきも言いましたけどね、ずっとね、楽に来ていただけるようになりました。今までね、道が多くて柔らかくて、で、しんどかった、帰りもどうしようかみたいなことやったんですけど、高速道路が随分伸びましたし、道の幅も随分広げて、楽に行って帰ってくれるようになりましたのでね。ぜひぜひ癒しに来ていただきたい。はい、癒しと、今までね、和歌山で癒してからね、帰るのにまたくたびれようもあったので、ね、そんなことあったんですけどね、もう全然違いますので。交通の便が随分良くなりまして、なんと今年はですね、さまざまなところでイベントがあり、また国体イヤーでもありまして、はい、スポーツを見、梅を見て、美味しいもん食べて、荒野の方にちょっとこう、はい、心を癒しに。